たっぷり。熱々の焼きカレー。店一番の人気メニューです。辛いのちょっと苦手だったんですけど、全然食べやすくて美味しかったです。熱々で提供していただいて、チーズとの相性も抜群なので、とても食べやすくて大好きです。最初美味しいと思っても、途中でこう重くなっちゃったりとかっていうことあるじゃないですか。だからそういうのもないように、もう抜けの一口まで美味しく食べれるようにっていうのは、そういう工夫してます。上田市菅平高原にある焼きカレー屋ネルズです。コロナ禍に店内の換気システムを開発し、特許を取得。そんな店主が考えに考えて作り上げたカレーは、一度食べるとやみつきになるそうです。おいしい。なかなかうまくやみつきになるというか、毎月食べたくなる。まあできれば毎週ぐらいでも食べたいんですけど。もうだって10年ぐらい来てると思うんです。美味しいご飯どっかないって言われたら、とりあえずここっていう。そしてカレーに負けず人気なのが、噂の極み揚げ鶏。改良を重ねた渾身の一品です。辛さを調整できて、揚げ鶏にもカレーにも合う悪魔の旨辛ソース。完成まで30年ほどかかりました。すごいもう美味しそうに食べてて、もう本当悪魔が取り付いたようにガンガン食べていただいて。やっぱり笑顔じゃないですかね、お客様も。やった甲斐あるなっていう、思いますよね。